おんちゃん、あ、ピントが外れた。おんちゃん。ん？涙出た？どうした？涙目になった？大丈夫ですか？ジャン君、ポンちゃん、お昼です。お昼がやってきました。お昼、ちょっと待ってね、今あげるからね。クロケンパパは昨日、一昨日の仕事の疲れで寝てました。うとうとしました。寝たっていいよ。目が覚めた。そしてジャン君とポンちゃんはなんか美味しいものがもらえるんだってよ。ちょっとお待ちください。今あげますからね。すごいおとなしく待ってるね、お利口さんなんだもんね。はい、君たちのお皿、どうやって置けばいい？ポンちゃん、はい、ジャン君、ジャン君どこに置ける？ここで？こうでしか。贅沢。そのことチュールの袋のままあげてもよかったね、ジャン君ね。ポンちゃん、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 なんかご機嫌ですね。ポンちゃん、真っ黒だけどね。クールなやつ届きました。はい、クール。昨日さ、餃子だ。餃子なんだよ、餃子。この間あのテレビで冷凍餃子うまっていうのをやっていて、うん、開けるの？いや、開けたらそうだよね。開け、あ、これってことね。そうだよね。これでございました。ありがとうございます。冷凍室に入れないと。うん、まだ早いか。今日は、今は早い。今日の夜ご飯とかに食べようか。はい、うん、いただきます。ありがとうございます。浜松餃子ってことだよね。あ、これも餃子か。それはたい焼き。違う。はい、ね、すいません、つまんなくて。ねえ、ぽんちゃん、このところですね、ちょっと始めた、まとめ動画ですね、今は22歳の猫チョキという、猫の動画をまとめて始めているところで、第2作の、ナレーション撮りを今するところです。これがね、エアコンも切ったりなんかして大変です、なかなかね、40秒の中で、これを話そうということになります。超高齢猫のチョキには、毎日の健康管理が欠かせません。はい、ぶつ取り、ぶつぶつちょっとずついきます。で、あれ、どうしたんだっけ。これをコピーして入して、この時点では21歳ですから、病院に連れて行けば必ずどこか悪いところが見つかってしまって、お薬が出るのですが、なかなか飲ませるのは大変な苦労です。
さあ、ジャン君、そろそろお休みの時間かな。ジャン君とポンちゃんの会ったことのない、チョキお姉さん動画を作りましたよ。今アップしました。第2弾ですね、皆さんもよろしければ見てね。22歳まで生きた奇跡的な猫のお話でございます。